瞳。瞳は2016年2月17日に打ち上げられた日本の X 線天文衛星。宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所が中心となり、日本国内の諸大学、アメリカ合衆国及びヨーロッパ諸国との国際協力によって計画が推進されていたが不具合により短期間で運用を終了した。 スザクに続く日本で6番目の X 線天文衛星としての検討が進められてきたが2008年7月に開催された文部科学省宇宙開発委員会において26号科学衛星として計画が推進されることが式に決定された国際協力ミッションでありアメリカ航空宇宙局が NEXT SXS をエクスプローラー計画の共同ミッションに採択したほか、欧州宇宙機関、オランダ宇宙研究機関、神奈川宇宙庁などのチームが競争的資金を獲得して参加していた。また、国内の28の大学や研究機関、海外の23の大学や研究機関のグループが参加してを約180名の研究者がプロジェクトチームと連携していた。 日本の負担総額は衛星打上げを含めて約310億円。2015年12月11日宇宙航空研究開発機構と三菱重工業は2016年2月12日に種子島宇宙センターから HEA ロケット30号機202型で打ち上げることを発表。2016年2月10日には 打ち上げ時刻を同年2月12日17時45分と発表したが、規定以上の氷結層を含む雲の発生と強風が見込まれることから翌11日に打ち上げ延期を発表した。その後、天候が回復した2月17日17時45分に打ち上げに成功し、名称を瞳と決定したことを発表した。2016年2月29日、JAXA は クリティカル運用期間を終えたことを発表した。この後、搭載機器の初期機能確認、構成観測を経て、運用が開始される予定であったが、3月26日に、姿勢制御系の不具合により通信を途絶、4月28日に、復旧を断念した。名称の由来について JAXA は、という3つの理由を挙げている。総重量、約2.7トン。 望遠鏡進展後の全長14メートルと、瞳以前に計画された日本の天文衛星では最大規模となる。打ち上げロケットは HEA ロケットで高度575キロメートル、傾斜角31度の円軌道を取った。従来より10倍以上優れた X 線エネルギー計測精度を持つ革新的な 9X 線調整密。 文光望遠鏡システム、広い視野を持つ、x 線 c c d カメラ、高精度イメージング能力により従来より10倍以上の高感度を持つ、高 x 線、ガンマ線検出器を搭載していた。また、スザクでは失敗したマイクロカロリメータによる観測を予定していた。複数の観測機器を組み合わせて観測することで、最大でスザクの100倍の感度天体を観測できる。 能力を持っていた。2月17日に打ち上げられた瞳は同月29日にクリティカル運用期間を終え、3月は初期機能確認期間にあった。3月26日までには全観測機器の立ち上げを一通り完了しており、異常が発生した25日から26日にかけては複数の X 線天体による試験観測が行われていた。 ジャクサウチの裏局では、USC の貸し時間の終了直前となる26日3時1分に、瞳を活動銀河閣に施行させるべくコマンドを送信。3時13分に貸し時間を終了した。しかし、続いて5時49分のスペインジャクサ GN マスパロマス局の貸し時間に行われた通信において、姿勢の異常と発生電力の低下並びに、機体温度の変動値。 最終的に16時40分のオーストラリア JAXA GN 民芸入局の可視時間において通信途絶が判明した。後の推定では瞳はこの間の10時42分プラスマイナス11分頃に分解していたとみられる。通信途絶直後は原因が特定できずスペースデブリの衝突などの外的要因が疑われた。姿勢の乱れによる電力不足であれば 徐々に回転が落ち着く設計となっていること、並びにごく短時間ながら電波が観測できたとの報告もあったことから、復旧への期待も持たれた。しかし、座る望遠鏡などによる観測で、大小合わせて十一個もの物体に分裂していることが明らになったこと、事故原因が推定されたこと、並びに瞳からの電波とされたものも誤りであったと判断されたことから、 4月28日には復旧を断念したことが発表された。瞳の破片のうち2つは4月20日と4月24日に大気圏に突入しており燃え尽きたと推定される。事故原因の推定シナリオの第一報は4月15日に公開された。このシナリオでは瞳は姿勢制御機能の異常により自ら回転を起こし、それが複数の事象と不具合の連鎖により 高速回転からの分解に至ったと推定されている。事象の詳細は次の通りである。以上の事象の結果、最終的に瞳は大きな角速度で回転しており、太陽電池パドル両翼と EOB が破断し、分離、バッテリーは枯渇状態にあると推定。復旧は期待できないと判断された。最終的に分解に至った原因は、 不適切なスラスタ制御パラメータであるが、この不具合や、それまでの一連の動作が発生した背景も含めた、原因調査が行われた。直接的な再発防止策としては、以下の3点が提示されており、他の衛星への水平展開が行われた。さらに、本件は IS、ISES プロジェクトの運営に起因する部分も、大きいことから、組織改革も図られる。 JAXA は瞳の再製作を基本とし、対策を取り入れた瞳後継機の打ち上げ目標を2020年としていたが、2021年度打上げに変更するとした。瞳の後継として、X 線分光撮像衛星、ザレザムを開発中である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。